こんにちは、助産院バブバブ助産師の下子です。はい、今日は、我が家の7番目のナナちゃん、小学校6年生なんですけど、発達障害 ASD、自閉症スペクトラム症という、発達障害を持っていましてですね、はい、いろいろこう YouTube でも話したりブログで話したりしてるんですけど、事件が起きました。昨日学校で、はい、ナナちゃんが起こした事件についてお話ししたいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。こう幼少期から2歳3歳ぐらいからこう言葉が遅かったりとか、なんか特定のこだわりのある行動をね、ドアをずっと開け閉めしたりとか、ミニカーとかを一列にずらーって並べてずっと見てたりとか、すっごい近いところでこうやってなんか混乱して物を見たりとか、いろいろこうんって思うような、そういうなんか症状が出たりするんですけど、奈々ちゃん一切なかったんですよね。ちっちゃい時全然感じられなくって、保育園時代なんかもフレンドリーやし、クラスでもみんなと仲良くなるし、なんか抱きついていくしみたいなんで、これ小学校いても奈々ちゃんは絶対大丈夫やなみたいな、そんな風に思ってたんですよね。で、小学校に入って行けると思ってたらってなってきて、奈々ちゃんの前に私は6人小学生を育てているんだけど、奈々ちゃん7番目なんでね、ひらがなとかがなんかドリルとか書こうとするんだけど、集中力が続かなくって、やりたくない気分の時にそれをやれって言われると、当時の奈々ちゃんのノート見たら全部殴り書き、全部のページで鉛筆でブワー殴り書きがあって、一切そのひらがなの練習とか数字の練習とかっていうのを参加してないんですよね。何これって当時思って、こんなん知らん、私過去の6人の子供たちはこんな子いなかったから、なんだこれみたいになって、おかしいな、こんなはずでは、ん？で、発達障害っていうものはね、知識として知ってたんですよ。こういう仕事もしてるからね、知ってたんだけど、なんか自分の中でうちの子がっていうところで繋がらなかったんですよね、私の中で。おかしいな、おかしいな、おかしいなって思いながら、で、小学校の先生が、いや、お母さん、ナナちゃんね、10までの概念がわからないんですって言うわけですよ。で、1たす3は4とか、その1桁の計算とか、そんなんもうちの子たち6人、過去6人たちはスーッとこうできてきたからね、習ったらそれなりにこう理解してっていうので言ってたから、10までの数が概念がわからないっていう意味がわからない、なんでみたいななって、字も書かれへんし算数もできひんし、うーんっていうのがあったんですよね。1年生の時に、2年生になって担任の先生にある日呼ばれて、いや、お母さん、実は奈々ちゃんね、お勉強以前にその日常生活のその行動パターンっていうんですか、給食の前になったらみんなで手を洗いに行くとか、みんなと一緒にこう配膳ね、給食の服を着て給食の配膳やったりとか、みんなと一緒に掃除をやったりとか、あとなんか、じゃあ誰々は何係とかって決めて、やりたくないやつになってもまあしょうがないかとか思いながらやったりとかっていう、その集団生活っていう部分で我慢が効かなかったりとか、ブチ切れてしまったりっていうことが多々あって、勉強以前のところはもうだから机に座って鉛筆持って黒板見ながら板書するっていうこともできないんですよね。それができなくて机の下に入ってしまうとか、ふらーっと教室から出ていくとか、基本的なその勉強以前の部分がお母さん実は奈々ちゃんできてませんって言われて、である日連絡帳に、お母さんお仕事忙しいのは分かるんですけど、もう少し奈々ちゃんに寄り添ってあげてもらえませんかみたいなことを書かれて、当時私シングルマザーやったんですね。一人でたくさんの子供たちを離婚して、はい、こう10人抱えて離婚したんですけどね、もうびっくりするでしょ、まあ、シングルマザーってすごい必死で一人で頑張ってたんですよ。そういうのもあって、仕事もしなあかん、子供たち食べさせていかなあかん、で、家事もしなあかん、全部を一人で回してる中でいっぱいいっぱいでした。でも子供たち可愛いし、ね、私が離婚したことで子供たちを不幸にはしたくなかったので、一生懸命やってたんですよ。もう精一杯のことを、できる範囲のことを全部やってた。もうこれ以上やれって言われたら、もう私睡眠時間なくなって死んでしまうわっていうぐらい自分なりに、で、いろいろできてない、足りないけど頑張ってたんですよ。そこにその連絡帳で、忙しいの分かるけどもうちょっと子供に向き合ってあげる時間を取ってくれっていうことを担任の先生に書かれたことで、もうズドーンって落ちましたね。死ねって言われてるって思いました。
で精一杯やってる、足りないけれども精一杯やってる、これ以上追い込められたら私も自分を保てないっていうぐらい頑張ってたから、お母さん足りてないよって、あなたのやり方違うよってこう否定されたような気持ちになってね、もうほんまに落ち込んでね、号泣したのを覚えています。でそういうところを経て、で3年生4年生になってくると、だんだんだん、まあ、成長発達するわけですよ、発達障害がある子もね。で、3年生の時にこれはもうやっぱあかん、あ発達障害、発達障害やわって、そこでようやく私なんかピーンとこう腑に落ちたっていうか、なんでそこまでかかったのかもようわからないんですけどね、1年生の時点で気づけよっていう話は今の私からしたら、でも当時はよくわからへんかって、1年2年ってグダグダ来てしまって、3年生になってようやく心理検査を受けようって、あきっと発達障害やわっていうか間違いないわって、ようやくそこで全部が自分の中でこうねパン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 ってクリアになったんですよ。なんでそこまでかかったんでしょうね、こんだけこんな方ってこんな仕事してる私がですよ、気づけへんかって。でもこれが母親なんかな、うん。で3年生になった時に心理検査を受けたんですね、児童精神科に受診して心理検査を受けて、じゃあやっぱり自閉症スペクトラムっていう、あの発達障害、これはあの社会性が営むのが困難だっていう、そういうものなんですけども、知的なところはあの知能はちゃんと年齢相当にあるんですね。だけどもその例えば人に、奈々ちゃんなんか髪の毛の量めっちゃ多いなって言われたとしますよね。ほんならマジそうやねん、もう縄みたいやろっていう会話になりますよね普通ね。だけどそこで奈々ちゃんの場合は髪の毛多いな、縄みたいやなって言われたら、は待って、人の髪の毛縄ちゃうし、縄ってなんなん、なんなんってなるわけですよ。こういうなんかこう過剰にその自分が悪く捉えられてるみたいな風にいろんな言葉の端々を受け取って、ですごい自分をこう責めてしまうっていうかな、で自分はそういう自分そのままやったら崩れてしまうから、その自分の気持ちを守るためには攻撃に出るしかないんですねっていうような、そういう思考のパターンを持っている、これが、ASD 自閉症スペクトラムっていう発達障害なんですね、うん。でその傾向があるねっていうことが、まあ、出てきて、まあ、あの見た時にですよね、うん、そうやんな、やっぱりそうやんなって思ったと同時に、私はそれを見た時になんか認めたくない気持ちとかではなくって、逆に私一生懸命やってきた中でなのにこんなにうまくいかないっていうことがすごい辛かったから、その診断名をもらった時に、あ、私のせいじゃないんやって、奈々ちゃんがこうなのは私のせいではなくって、その独特な脳の思考があるからこそ奈々ちゃんは今こうなってるわけであって、誰のせいでもないんやっていうことがすっごい気持ちが楽になったのを覚えています。だから中にはね、発達の凸凹があるかなってお子さんに思ってるママたちでね、その診断を受けたり、あなたのお子さんはこうですよ、ね、あの多動衝動性のある、あの多動不注意症候群ですよとか、あの自閉スペクトラムですよ、自閉症とか聞いたれば、ね、感覚的には自閉症、自閉症なんうちの子みたいな、なんかすごいなんかネガティブな捉え方をしてしまう、それをその診断名欲しくないっていう人もいるかもしれないか、人にそれぞれその感じ方っていうのは違うかなとは思うんですけど、私はその診断をもらったことですごい安心できて、だからこそそれに向き合って彼女のペースでやっていくっていうところが全部腑に落ちたので楽になったんですね。だからそういう意味では、そういう方向の私と同じような似たような人は積極的に心理検査を受けてみたらいいかなと思うんですよね。だからと言って診断名が苦だったからと言ってね、これ変わっていくんですよ。子供は必ず成長発達していくから、定型発達普通の脳みそを持ってる子も、でちょっとこう特有なね個性的な脳のその仕組みを持ってる子も、みんな同じようにやっぱり発達をしていくから、奈々ちゃんの症状も2年生3年生の頃本当に授業が受けれなくて、授業中机の下に潜り込んだりとか、もうどっか出て行っちゃったりとか、あとはね面白かったのが床にね、で上靴が嫌いで上靴脱いじゃうんですよ、ペンペンとかで靴下のままで、で床にこう寝そべって仰向けに寝た状態で本読んでるんですよ、図書室で借りた本をね、寝たままだから教室でみんな授業してる横で寝てるんですよ、寝て本読んでるんですよ。トイレ行きたいなって思ったら立ち上がって行けよっていう話やねんけど寝たまま本をこうやって持ったままこうやってミノムシみたいにズリ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 ってしながら廊下出ていくんですよすごいでしょ、私たち普通の頭の持ち主からしたら
えってなるんですけど、えなんでなんナナちゃんって言ったら、えだって本読みたいやん、本読むのやめてトイレ行くの嫌やん、本読みたいやんっていう、そういう理由なのね。だから彼女は彼女なりにちゃんと理由があって、そういう面白いなかなか個性的な、ね、あの行動を取るっていうことがあったんだけど、2年生の時そうやったけど、今6年生になってそれが やるかって言ったらそんなことはもうないんですよね。本読んでてもその本を一旦置いてちゃんと歩いて上靴も履いてトイレに行くようになってますもんね。でやっぱり成長発達するんですよ。あのその時その時に出てきたその診断名とかその特性っていうのはやっぱり年齢とともに変わっていく、どんどん変わっていく、うん、だからある意味診断名もゴロッと変わることも起きてくるんかなっていうふうに思うんですね。一つの診断名はその、うん、判断する材料の一つやと思ってもらって、それ診断が降りたからってそんなあのへこむことではないんですよ。どんどん変わっていくから子どもは絶対成長していく、退化していくことはないんでね、そこはあの思っといてほしいなというふうに思います。あのもう5年生ぐらいの時はもう最強やって、やっぱ成長発達してちょっと思春期も入ってきて、ただいさえこう気持ちのコントロールが効かなくなるよね、思春期の子って。そういうところに彼女はその ASD っていうあの自閉症スペクトラムっていうものを持ってるもんだから、余計にその感情コントロールが効かなくなって、ちょっとしたことでブチ切れてしまったりで、でもうその衝動性が止まらなくて、人を傷つけるとか物を壊すとか蹴り倒すとか机をとか、そういうことがただこうあの増えてきてしまって、で5年生の時1回あのなんかで切れて飛び出したんですよね、学校から。先生たち的にはその学校の外に切れた子が飛び出していて、車にひかれても困るし事故を起きても学校の責任になるからっていうので、とにかく危険がないようにつって、その飛び出したナナちゃんを後ろからつけたんですよ先生が。ナナちゃんからしたら自分の力でクールダウンしたいから、そのムカつく腹立ってるその環境から違うところに自分一人で行って、それでクールダウンしようとしてるのに後ろから先生ついてくれとか、くんなやほーってなるわけですよ。ほんであのそんな状態のところに車が横にブーンって通ったんですね。ほな先生とっさに危ないってなって、ナナちゃんの腕をこうパッて掴んでこっちにグッて引っ張ったんですよ。ほなナナちゃんからしたらイライラしてるところに腕掴まれて体に触られて引っ張られたっていうところで、もう許せなくなったんやろね。ブッチーンって切れて、その担任の先生追いかけてきてくれて、危ないって避けてくれたその先生に殴りかかっていって、噛みついて蹴り倒してっていう大乱闘が道端でなったんですよ。で他の先生が助けに来てくれて、なんとか奈々ちゃんをこう引き止めてくれたんだけど、その後もう先生、担任の先生、眼鏡バキバキに折れて、腕もあっちこっち肉がこうそげた感じ、もう傷だらけ、血まみれになってね、あざだらけになって、先生を負傷させるっていう、そういう事件が起きたんです。その時私もうこんなことをしてしまって、人を傷つけるっていうのは何があってもやっぱりやったらあかんことやからね、こんな危険な子学校にもう生かしたあかんわって思ったんですよ。私の力でもう彼女は行こうとしたとしても、もう不登校に無理やりでもして学校生かしたらあかんかなって、迷惑かけるから、そんな気持ちになってすっごい落ち込みました5年生の時、うん、だけどその時先生がね、あの奈々ちゃんは決して何か理由がないのにこういうことをする子ではないっていうのを私は知ってますって、一緒にずっと担任でやってきたからね、理由があってこういうことをしてるんだから、そこは私、まあ、確かに怪我したけど一緒にこれからも奈々ちゃんと成長していきたいと思うので、お母さんそんなこと言わないでって言ってくださったんですね。すごいその言葉に救われたんですけど、これがもしそのお友達に矛先が向いてしまって、友達に対してその友達の体を傷つけるっていうことが起きたら、これはちょっと先生やったからほんまにそのいいですよって、申し訳なかったですでなんとか済んだけど、友達やったらそんなわけにいかんよね。そんなんもあって、これどうしよう、これからどうなんねやろうって、友達に手出したらどうしようみたいなので、すっごい落ち込みました。まあそんなんを経てね、6年生になって大阪から沖縄に引っ越ししてきて、また一からのね、友達も学校も全て一からっていうところで、どうなることやらっていう風になりましたけども、この6年生の1年間でも、今も2月なんでね、どん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 彼女はやっぱ成長していって、うん、あの自分の気持ちのコントロールをねできるようになっていきました。今までは教室で切れて
暴れてっていうことが多かったけど、そうじゃなくってイライラした時は人にこう向く、物に向くっていうことではなくって自分がその場を去る、あのイライラしている環境から全然違う場所に逃げてしまえばそこでクールダウンできるんやっていうことも彼女自身が学びました。あの6年生の今は嫌なことあったらよくね、あのこうやって YouTube 撮影これ自宅でやってるんですけど、やってたらね階段の音がダン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 聞こえてきて、喋りながら、あ、ナナちゃん帰ってきた昼間にね学校で嫌なことあったら帰ってきて、で自分の部屋でほんま一瞬なんですよ、5分ぐらい、もう学校から家まで歩いて帰ってくる時点でもうクールダウンできてるの、あれね、家で一瞬だけいて、でもうすぐ自分の力でクールダウンして学校に戻っていくっていうね、そんなことをやってるんですね。で、まあ、なるべく家に帰ってこないで校内、学校の中でクールダウンできたらいいよねっていうことで、支援学級であったりとか職員室であったりとか校長室であったりとか保健室であったりとか、はい、何かその空いてるお部屋っていうところ、あの嫌なことがあったところからどこか他の環境に移ってクールダウンできる場所っていうのを、これが合理的配慮で学校の中にたくさん、あのここと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 図書室とみたいな、先生と一緒に考えて、で奈々ちゃんと一緒に確認して、嫌なことあった時はこことか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 あるから、そのどっかに行きって、うん、逃げたらいいからねみたいなことを、あの言って伝えて、でそれをみんなで一緒に確認してっていうので、こうクールダウンする方法って、人や物に当たらずにクールダウンできる方法っていうのを編み出して、それのおかげで今少しずつ少しずついい方向に向きつつあったんですが、昨日音楽の時間にまた先生をボコボコにするというね、ボコるという大事件が勃発しました。あ、もう喋ってるのが16分を超えてしまったので、はい、その本題は次の動画でお話ししたいと思います。はい、12人目産んじゃいました助産師下子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。